Perfume が初の武道館公演を 2days で行いました。新しいダンスパターンや大胆な演出などたくさんの挑戦を見せたこのステージ、どれくらいのリハーサルを積んだのでしょう。これくらい厳しかった。今までは？今まではこれくらい厳しかった。今回は？これくらい厳しかった。かなりですね。うん、ね、地球はどのくらいって聞いて。地球はどのくらい？これくらい。もともと地球はみ出てんだ。どん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 厳しくなってきて、リハ中にここを直した方がいいっていうとこを全部メモってくれてて、あのノート恐怖だよね。恐怖辞典ぐらいあるんですよ。運がつくねみたいな。リハで通して踊ってる時に先生がノート書き込んでるとちょっと怖いんです。あ、今なんかあったから誰だろう。時にはもう勘弁してくださいと思うこともあったのではないでしょうか。勘弁してくださいと思ってもやらせるのが先生ですね。で、やろうと思うのも3人だよね。うん、そう、やった方が絶対かっこいいし、ワンツーでそこまではいけないんですよね。行こうみたいな感じで行きますみたいな。あったね、あったね。とにかくトン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 みたいな。限界に挑戦っていうのもあるし、無理でも頑張るっていうのが多分3人の中にあるんだと思います。新曲ドリームファイターはこれまでとは大きく変わった情熱的なナンバー。プロデューサーの中田康隆より曲を受け取った時、3人はどんな印象を持ったのでしょう。本当にこの曲書いた人がこれなのかっていう感じの、だってダサい。なんかそう、夢をすごく追って頑張るんだっていう風な人には見えないから。見えない、ね、そういう風に思ってそうな人じゃないから、逆にすごい影響力あるみたいな。Perfumeのことを書いてくれてるようにも見えるし、こんなこう直球で学校の合唱祭で歌いそうなぐらいの前向きさというか、あーやっぱ Perfumeはかっこいいねって、俺明日からもちょっと頑張れそうみたいな、そういうことを思ってくれたりちょっとしたら、それすごい嬉しいです。いつもの感じじゃなくてちょっと強めに歌ってっていうのだけあって、うん、久しぶりすぎて自分の喉の使い方が分からなくて、つかめないうちに終わっちゃったんです。早いもんね。ね、だってさ、何回もやり直させてくれたらいいじゃん、うん、1回だけだよね。しかも終わってすぐに、あの彼はこういう風にもうパパパパパってもう編集に入っちゃったんですよ。こっちクリ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 パパパパチャララランドラララ、あーもうダメだあーもう言えないみたいな。Perfumeは年末のフェスティバルカウントダウンジャパンの東京大阪両会場への出演が決定。東京ではいよいよ2万5000人を収容するメインステージへの登場となります。集まると限らんから、ね、そうだね、入るだけでもそうだ、ね、そうや、ゆとりを持んでもいい。危ない危ない、ちょっと入ってほしくない。入ってほしい、入ってほしい。ところでこの年末はあれやこれやとかなり忙しいはずですが、カウントダウンジャパンに2日間も出演してスケジュールは大丈夫なんでしょうか。あ、大丈夫です。それはだって絶対出たいんですよ、あのカウントダウンジャパンに、うん。もしかしたら大阪からとんぼ帰りになってしまって、その後いろいろまだね、夜まであるかもしれないよみたいな感じで言われたんですけど、出ますみたいな感じで出させてくださいとか言って、どんなスケジュールになろうとも私たちは頑張りますって。